あすこさん、私ね、泣かなかったんじゃなくて泣けなかった。泣けなかった？なんだかよくわかんないんだけど、なんでそうなんだかわかんなかったけど泣けなかった。涙が出なかった。未だに泣いてないの。本来冷たい人間なのかもね。そんなわけない。ナオミは冷たい人間なんかじゃない。ハルを見てみなさいよ。動物は冷たい人間をあんなに頼りにしないよ。そうかな。そういうことってあるのよ。どんなに悲しくてもあまりにも悲しくて泣けないことってあるの。でも分かんないの、悲しかったかどうか。ダメだ、そんな風に考えちゃそうね、なるべく考えないようにしてる。ねえ、マー君にはこのこと言わないで。大丈夫、言わないよ。男も仕事もたくさんですわ。空に住んでるみたい。両親を亡くしタワーマンションに住むことになったナオミ。あ、時と森のりってどう思う？ナオミ先輩、そういうの興味あるんだ。未来へ歩き出す女性たちへエールを送る物語。旦那さんとかみんなに悪いって思ったりする？だからバレちゃダメなんです。絶対あまりにも悲しくて泣けないことってあるの。春に出会ってから私は大丈夫になったんだよ。最後の質問です。空に住む。